12月5日ですね、7時から大阪の梅田大阪駅近辺でオフ会を開催しようと思います。忘年会を込めて僕とバーテックスさん、うちのチャンネルにも何回か出てもらってるんですけど、あとは女大工のエリノマキさんという方ですね。エリノマキさんは登録者数3万人ぐらいいてる方で、僕はちょっとお会いしたことはないんですけど、今回バーテックスさんがエリノマキさんと仲がいいので合同で開催するってことで、まあ、僕も仲間に入れてもらいまして、人数は15人ぐらいで考えております。で、参加してもらえる方は概要欄に参加フォーム、名前と年齢ぐらいかな、入れるので、参加参加しないっていうフォームみたいなのを作ってもらったんで、そこで参加ってしてもらえたら嬉しいなと思います。時間は7時からで、2時間程度考えております。7時からまあ9時ぐらいまで、あとはまあ2次会とかは皆さんの雰囲気に任せようかなと。特に2次会どこに行くとかは決めてないんで、参加された方たち同士で仲良くなって行ってもらうのもいいかもしれないですし、僕ももしかしたら2次会行こうぜって張り切ってるかもしれないですし、そこはもう流れでいいんじゃないかなと僕は思ってます。で、ここからはまあ補足説明、あとはお金か。お金は4000円程度で考えております。一応食べ飲み放題の店で、そんなに別にいい店とか、まだ店は決めれてないんですけど、食べ飲み放題やったらまあ誰かなんぼ食べて自分だけ損したとか、なんかそんな褒めてもめんどくさいんで、みんな一律金額が一緒ということでやっていこうと思います。で、まあ4000円持ってきてもらえば大丈夫かなと思います。人数は15人で考えています。で、今回その交流会、オフ会を開催するに至った経緯なんですけど、まあ、バーテックスさんがオフ会しようしようと言ってて、僕がそこに乗っかかった感じで、まあいろいろ僕らの方でミーティングしたりしたんですけど、やっぱりこの時代が変わっていってまして、今、変わっていってましてというか、今までその応援さん来てもらうのにも、自分がいつもお願いしてる材料屋さんに、どこか応援さん探してくれませんかとか、すごいアナログなんて言ったら失礼かもしれないですけど、人づてにっていうやり方だったんですけど、今は例えばインスタであったり、マッチングサイト、出会い系じゃなくてね、職人たちのマッチングサイトっていうのがあるんで、そういうので実際に出会って、交流して、仕事に来てもらったり、仕事をもらったり、お願いしたりっていう流れが結構できてきてる中で、まだやっぱりそこについていけてない人っていうのが多い印象がありまして、まあ、無理に使う必要もないんですけど、今の現状ね、今の現状回していけてるのであれば。でもやっぱり今建設業、若い方が少なくなっていて、ベテランの方は多いんですけど、そのベテランの方たちもね、やっぱりもう70とかなんで、これから先減っていくのはもう見えてることなんで、全体的に人数が減っていってしまうなっていうのは皆さんも感じられているのかなと思います。まあ、そんな時に今まで出会うはずのなかった人たちがこうやって、例えば今回のオフ会で、僕を通してでも、バーテックスさんを通してでも、エリノマキさんを通してでも、どういう参加方法でもいいんですけど、まあ、ちょっと行ってみようかなっていうことで、僕らと知り合って、参加してくれた別の方とも知り合って、これから皆さんね、できることとできないことってあると思うんで、そういうふうに仕事が活性化したらいいんじゃないかなと。逆にちょっと仕事が今、知り合った人に、ちょっと今暇してるんですって言ったら、その人もちょうど人がいなくて困っていて、あ、じゃあぜひ応援来てくださいとか、そういう風にね、そこは自分も含めて参加してもらった皆さんが今後の仕事生活に役に立てるようになるオフ会になればいいと思ってます。まあ、僕たちはそのエリノマキさんが一番初めだと思うんですね。建設業の方が YouTube に入ってきたので、あの人多分履歴見たら3年前ぐらいから YouTube してはるんで、まだ誰もやってない頃からメディアって言ったら大げさですけど、発信側に来はって、で、まあ、バーテックさんは僕の半年くらい先輩ですかね、YouTube で言ったら、もうちょいかな、YouTube やってるってことで、まあ、僕もそれに触発されたのもあって、僕も何か発信してみようということで、発信しだして、で、皆さん、何かしら建設業を変えたいとか、そういうことを語っているんで、まあ、僕も思いは同じなんで、その辺がみんな合致して、オフ会して、何かこう反応を見てみようとか、そういう流れでありますね。今まあちょっと車で運転しながらで申し訳ないんですけど、ちょっと最近いろいろ仕事とかプライベートとかバタバタしておりまして、そのオフ会の方なんですけども、すごい今建設業を変えるとか僕熱いこと言いましたけど、僕自身はそんなに熱苦しくするつもりはなくて、もちろんその建設、今の建設業界とか、あとは YouTube について熱く語り合うこともしたいなと思ってるんですけど、全然気楽に飲むのがただ好きで、ちょっと建設業の友達が少ないから増やしたいとか、そんなんでもいいと思いますし、あとはまあ僕ら若い方に向けてちょっとこう基礎的な発信とかも多めにしてるんで、
まあ、若い方たちがやっぱり仕事をする上で自分の会社の人に相談しにくい時ってやっぱあると思うんですよね。そういう時に僕も、まあ、まだまだではあるんですけど、ちょっとあのオフ会とかをきっかけに仲良くなって、こんなことがあったんですけどみたいな相談とかにもこれから乗れると思うんで、若い方はそういう感じで、あとはまあ独立したい人とかね、僕はちょっと従業員なんでその質問にはあまり答えれないんですけど、バーテックスさんとエリノマツさんはまあ今27ぐらいかな、若くして、まあ、もっと早い時点から独立されてる方なんで、そういう野望を持った人とかもね、独立ってどうするんですかとか、そういう質問とかしてみてもいいかもしれません。で、まあ会社員として頑張っていこうというか、今会社員だけど悩み事があるとかっていう人は、僕今会社員なんで同じ気持ちが分かると思うんで、そういうことをお互いね、悩み事相談というか、こういう風になったらいいのにねとか、話し合いでみたいに慣れてもいいのかなと思います。あとはちょっと年齢層が今のところ若いんで、ちょっと僕らより上の方は参加しにくいかもしれないんですけど、僕はあの YouTube でいろいろ発信してますけど、やっぱりコメントでそれは違うとか突っ込まれることが多くてですね、それは自分でも分かってるんですけど、やっぱり経験不足なんですよね。そうやってベテランの人がそれは違うとか物を知るんじゃなくて協力してくれたりしたら嬉しいですねっていうのは、こう僕に教えてくれて、これこういう風に出したらいいんじゃないのみたいな、こういう風に出したらみんなのためになるんじゃないのっていう、本当に何か自分の技術をみんなに伝えたい人とか、そういう人が来てくれたら僕は嬉しいです。あと言うの忘れたんですけど、僕の方からは僕とあのいつも腰道具とかいろいろもう出てもらってるんですけど、増田さんも参加しますし、最近新キャラとして登場した谷川さん、谷川文慶さんという人、先週の金曜日に腰道具編で出てもらったんですけど、実は他にもいろいろ撮ってまして、これからまあ週に1回ぐらいは出てくると思うんですね、まあ、その編集の状況によるんですけど、まあ、その人も来てくれるということで、僕に会いたいとかじゃなくて増田さんに会いたいとか谷川さんに会いたいとか、バーテックスさんに会ってみたいとか、何でもいいんで、ちょっとでも参加したいなと思った方は参加してくれたら嬉しい限りでございます。あと僕が目論んでいるのは、目論んでいるって言ったらなんかちょっとやらしいですけど、まあ、あの建設業変えたい変えたいと言いながら、やっぱり何か変えることが難しいんですよね、所詮僕の力で。でみんなもまだって言ったらな、どう変えていこうかなとかとこもあると思うんですけど、まあ、僕らもね、チャンネル登録者数僕も8000人、エリノマツさんで3万人、バーテックさんで3000人かな、結構ね影響力をこの1年でつけてきたと思うんですよね。だからまあパナソニックさんであったり、富士屋さんであったり、国際さんであったり、ミルウォーキーさんとか、いろんな、まだまだ、ヒロテックさん、CK ツールスさんとか、あとは海外の防犯カメラとか風調服屋さんとか、いろんなメーカーさんから連絡をいただきました。なので本当に僕らが、まあ、タッグを組んでというか、今回主催する3人とで、まあ、来られた視聴者の方全員でタッグを組めば、やっぱり影響力って拡散されていくと思うので、こんな工具があれば電気工事がもっと早くなるとか、そういうのってやっぱ皆さん日々何か思ってることってあると思うんですけど、なんでこういうの作れへんやろうとか。でも一個人が例えば富士屋さんにコンコンってドア鳴らしに行って、こんなん作った方がいいと思うんですよ、絶対便利だと思うんですよって言っても、ああそうですかって、多分あしらうかは分かんないですけど、なかなか意見って通りにくいと思うんですけど、こういう風にみんながつながって力を持っていけば、本当に便利なものを作ってもらえたり、ゼネコンであったり、そういう現場にもこんなことを発信してる人たちがいるよ、こういう風に作業環境を整えてほしいみたいだよとか、現場のトイレが汚いとか、女性職人でも入りやすい業界にするとか、ちょっと無理な残業を減らそうとか、命に関わることなんて、そういうこともみんなの力で改善できたらいいかなと思ってます。参加特典としまして、特典ってほどでもないんですけど、僕今キシスっていうブランドを立ち上げたんですよね。立ち上げたって言ったら大げさなんですけど、とりあえずロゴマークを作ってみたっていう程度なんですけど、それを実際に商品として今ステッカー依頼したんですよ。そのステッカーをあげます無料で、いらんか。それが12月5日に出来上がってる、出来上がってればの話なんですけど、もし出来上がってたらプレゼントしますんで、僕もキシスブランド宣伝したいんで貼ってもらえたら嬉しいなと思います。
結構ね、やっぱ自分で作ったからか自己満の世界になると思うんですけど、僕はめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。意識したポイントとしては、電気屋だけじゃなくて、どの人が貼っても使えるステッカーにしたいなと思いまして、エレクトリックとかすごいかっこいい言葉なんですけど、それはもう電気なんで、僕が今回作ったのはギシスっていうやつなんですけど、ギシたちってことで、まあギシたちって幅広いじゃないですか。僕ら電気職人もおれば、ね、飛びさん、塗装屋さんとか、車屋さんとか、で現場監督さんとかもね、技師の分野に入ると思うでしょうし、探せば技師、世の中に技師っていっぱいいてると思うんですよ。美容師さんも技師じゃないですか。で病院の先生も技師じゃないですか。どんな業界にも兼用できるなってことで、っていう名前にしました。今ステッカー交換が流行ってるんですけど、もらった人が自分を出したい気持ちってすごいあると思うんですよ。僕やったら、ユウって名前なんで、ユウって名前を絶対どっかに入れようとか、ワイをどっかに入れようとか、なんか自分の黒金が僕好きなんで、黒金をいっぱい入れようとか、自己主張が強くなってしまうと思うんですね。僕もステッカー作るのにかなり時間を考えたんですけど、費やしたんですけど、どうしても自分よがりに初めなっていて、でやっぱりステッカーとか作るポイントとしていろんな参考にしたんですけど、人がもらって困らないものっていうのが大事らしいんですね。っていうのはですね、すごい自分の名前とか強調されたステッカーをもらったとしても、なんかあまりに派手すぎるとちょっと普段使う車に貼りにくかったりとか、正直なところあると思うんですよね。工具箱とかにも貼るにしても、だから僕はほんまにシンプルで、あまりそんな装飾もなく、文字プラスちょっとしたロゴで、一応ちゃんと意味もあるステッカーということで、ギシスという名前にしました。電気屋 YouTuber というステッカーを作っても、それはそれ作るんですけど、ちょっとギシスステッカーかっこいいと思うんで、オフ会に来られる方は渡したいと思うんで、ぜひ何かの生活の一部に貼って一緒に宣伝してください。あとは会場には車で来ないようにお願いします。公共機関でね、電車から歩いてすぐ来れるとかやと思うんで、飲酒運転はしないでください。まあ、当たり前のことなんですね、言うまでもないんですよ。僕も行きも帰りも電車で行こうと思ってます。あとはすごい人見知りの方もいると思うんですよ。参加したい気持ちはあるけど緊張するというか一歩を踏み出せないみたいな、そういう人は安心してください。僕も実は人見知りで、こうやって今喋ってますけど、正直あまり喋るのは好きじゃないんですね。みんなで飲み会してても僕全然無口でも一人でボーボーとしとけるタイプなんで、あまり喋らない人の気持ちが分かると言いますか、僕もそっち側なんで。でもまあその時は一応僕も主催者側の一員ということなんで、あの皆さんと喋れるように僕席移動とかいっぱいしようと思います。ね、一言したことやったら少ないか、 YouTube の話題とかね、どんなん見てくれてますかとか、どんな仕事してるんですかとか、ありふれた会話になると思うんですけど、そこから何かね、共通点とかが見つかって、じゃあぜひ今度仕事一緒にしたいですねとか、今度一度またゆっくり2人で話しましょうとか、そういう展開にもなっていくと思うんで、ちょっと戸惑ってる方も気楽に参加してください。でお酒も飲めない人は飲まなくてもいいですし、僕はまあお酒好きなんで飲んでベロンベロンになってると思いますけど、まあ、2時間なんでベロンベロンになるほどでもないかな。あとは服装ですね。特にドレスコードなどは今回設けていません。設けるほどの飲み会でもないと思ってます。まあ、僕は普通に作業服で行こうと思います。一応職人の配給服なんで、まあ僕が作業服やったら参加しやすいでしょう。ちょっとパリッとしたもの着ていかなあかんのかなとか、いろいろ悩むと思うんですけど、主催者の僕はもう作業服でラフに行くんで、服装も自由で何でもいいです。質問とかあれば、参加するのに不安で質問とかあれば、僕に DM とかコメントでもいいですし、くれたらちゃんと返事しますし、一応 Twitter の方で僕お知らせとして出したんですけど、誰一人参加希望者は来てないんですよね。まあ元から開く前から来るのかっていう疑問はあったんですけど、もしかしたら来ないかもしれないですね。ちょっと悲しいことに、まだまだ僕の人望はそんなもんかな。まあ、来なかったら来なかったで、身内というか主催者たちで飲む会で割り切ってそう行こうと思うんですけど、まあ、せっかくなんでみんなと日時会うこともなかなかないと思うんで、一人でも参加してくれたらなっていう